オミクロン株の拡大を受けて、条件付きで自宅療養が可能となります。症状に応じて宿泊自宅療養も活用し、万全の対応ができるようにいたします。このことについて、厚生労働省はこれまでオミクロン株の患者は原則全員を入院としていました。後藤大臣はこれを見直し、健康観察やオンライン診療ができ。 診断当日か翌日に飲み薬を投与できるなどの条件が整った自治体については自宅療養を認めるとしました退院の基準についても見直し従来の株と同じように発症から10日が経過すれば退院を認めるということです。